琵琶湖を抱える古国滋賀県はまた城の国でもあり、中世から近世にかけて1300を超える城郭が築かれたといいます。城の国近江に残る城跡を歩く近江の城跡探訪、今回は甲賀市信楽町にある小川城跡を訪ねます。甲賀市信楽町小川、集落の南に城山と呼ばれる小高い山があります。標高およそ470メートル、その名のごとく山頂に城跡が広がっています。滋賀県指定史跡の小川城跡です。山麓から林道を進むと明るく開けた城跡に着きます。城跡は物見櫓跡と思われる山頂の三角点を境に大きく2つのエリアに分かれています。東側には尾根に沿って主郭部となる廓がいくつか続き、堀切を挟んだ南西側には比較的大きな廓が残っています。東エリアの廓群から見ていきます。廓を取り巻く土塁の切れ目が小口と思われます。小口の近くに砦の力石と記された大きな石があります。砦を守る武士たちがこの石を持ち上げて鍛錬したと伝えています。廓群の中央には2メートルほどの土塁に囲まれた窪地状の一角があり、北側の土塁の下の部分には石垣も覗いています。この方形の廓には建物跡と思われる礎石が並んでおり、発掘調査では多数の土器や陶器片など16世紀後半の遺物が出土しています。小川城の築城時期や城主は不明ですが、出土遺物の年代からこの時代に一帯を支配していた太郎氏の手によって改修されたのではと想定されています。方形廓の東側には階段状に小さな廓が続いています。廓の北側は切岸と思われる急斜面となっています。切岸は敵が登りにくいように斜面を削って崖としたものです。その切岸の彼方、低い山並みの合間に集落が点在する穏やかな信楽の風景が広がっています。ところでこの小川城には徳川家康の逸話が残っています。天正10年1582年、本能寺の変の際、堺にいた徳川家康はわずかの友とともに三河への脱出を図りました。神君伊賀越えの逃避行です。この時この小川城で一夜を過ごしたのではと伝えられています。東側の主郭部から堀切を経た南西部に比較的広い廓が残っています。小川城はよく整備されており、この廓跡には東屋があり梅が植樹されています。ちなみに山頂の廓群の周りに植樹されているのは桜。これからの季節、小川城の山頂は淡いピンクに染まりそうです。